はい、どうも林です。集まる動物の森、実況プレイ続きやっていきましょう。今回は島の開発やっていきます。しのぶちゃん、せっかくベンチ置いたんだから使ってくれていいのにということで、今回は島の開発をしていきましょう。場所はこちら、屋台街を抜けた先、花畑の手前のこのスペースになります。今回はここに自宅を利用してカフェを作ろうと思います。屋台街と花畑をつないでたんですが、この道はちょっと消しちゃいます。スペースが残ってれば後でまた道を敷き直すかもしれませんが、多分いっぱいいっぱいここをねカフェスペースとして使うと思うんで、また別の方向から花畑に続く道は敷きたいですね。でカフェということで、建物の周りにウッドデッキの屋外スペースを作ろうと思うんですが、今回はたくさんの素晴らしいマイデザインを制作されているビビさんが公開しているウッドデッキのマイデザインを使用させていただきます。はい、自分で作ろうかなとも思ったんですけれどもね、もう僕の作りたいイメージぴったりの素晴らしいデザインが公開されてたんで、これは使わせていただこうということでね。はい、あとまあそのせっかくオンライン要素をね島クリエイターに合わせて解禁したので、単純にちょっと他の方のデザインを利用してね、開発をしてみたかったというのもあります。こんな感じで、A と B のデザインを交互に貼っていくと、とてもねリアルなウッドデッキになります。はい、こんな感じになっております。それでこのままだと平面的なのですけれども、一番手前側に足になるデザインを敷いていきます。こうすることで騙し絵的に立体感が出せるというわけですね。いやー、マイデザインで自然な立体感出すのってすごい難しいんで、ほんと感心しますね。これはすごい。いや、ありがたく使わせていただきます。ビビさんは他にもおしゃれなマイデザインをたくさん公開されてますんで、皆さんも活用してみるのはいかがでしょうか。ということで、こんな感じになりました。ちょっと配置を変えて模様をランダムにして、こんな感じで土台ができました。はい、ここの上にいろいろ置いていくという感じですね。自宅を移設してウッドデッキの上に乗っけました。はい、自宅の増設を続けるにつれて外観もカスタマイズできるようになったんで、カフェっぽい見た目に変更しています。はい、コメダコーヒー店みたいなね感じで、はい、それで多くの人が気になってると思います。マイデザインと自宅の周りにこれどうしてもね隙間ができてしまいます。あとウッドデッキの足、この左右の接続を自然にしようとすると、どうしてもこの端っこがね平面的に見えてしまうと。うん、この2点はマイデザインの使用上避けられないことだと思うんですけれども、今回の開発はここをいかに自然に見せかけるかというのがポイントになります。こうやってサイドに低木を植えて、逆に緑を増やすことによってね、境目の緑が紛れるんじゃないかなと。でこの前面にもちょっと物を置いて、この草地を隠せばどうでしょうかね、だいぶ紛れるんじゃないでしょうか。ちょっとこのベンチの上にも何か置きましょうか。まあなんかイメージとしてはこういうことですよね。とりあえず手元にあったエスプレッソマシンを置きましたけれども、ここに物を置いて裏の草地を隠すということで、まあ、ただカフェとはいえここにエスプレッソマシン置いたりはしないと思うんで、ちょっと別のものに差し替えましょう。あら、2人ともピクニックかい。いいね、苔玉。悪くはないんですけれども、ちょっと小さいかな。俯瞰で見た時に裏の草地が隠しきれてないですね。ノームの着物、まあ、なかなか雰囲気は悪くないですけれども、ちょっと横幅が欲しいかな。もう少し日本刀気は確かか全く合ってないけど、でもなんかサイズ的にはこれぐらいがちょうどいいんだよな。ビオトープ、これはなかなか良さげなんじゃないですかね。雰囲気にも合ってるし、大きさ的にもちょうどいい。ビオトープ自体が緑色なんで、後ろの緑色が結構紛れる感じがしますね。これでいきましょう。はい、まあ、これ何も置いてない左側と比べてだいぶ違和感がなくなったんじゃないでしょうか。完全に左右対称ってのも味気ないんで、左側はサービングカートとティーセットで、草地をごまかしましょう。こんな感じになってます。あら、みぞれちゃん、なんか売ってくれるのかい？たまにね、座ってくれる。
今回の開発とは直接関係ないですけれども、裏手の花畑、の地面を土から黒土に変えました。こっちの方が土いじってるぜ感が出るかなと思いましてね、で現状こんな感じなんですけれども、まあ、完全に違和感を消すことはできませんけれども、だいぶ草地が紛れたんじゃないかなと思います。で、今度はこのウッドデッキの上にいろいろと座席とかね、物を置いていきましょう。この周辺にいろいろ物が置いていけばより一層紛れてくるんじゃないかなと思いますんで、屋外の座席にはナチュラルなガーデンチェアと、スクエアテーブル、こちらを使っていきたいと思います。リメイクすることによってこう白くこう白川調になってね、ウッドデッキ の, 感じとうまくマッチするんじゃないかなと思って採用しました。これがねなかなかレシピが手に入らなくてですね、前回ねちょっと投稿がパート24遅れちゃったんですけれども、このレシピが来るのをずっと待ってたからなんですよね。まあ、結局前回はミュージアムデーで全部時間埋まっちゃってカフェは作らなかったんですけれども、まあ、今回もね結局手に入らなかったんで、視聴者の方でレシピが余ってる方と私の色違いマイル家具をね交換してもらうという形で、手に入れました。はい、交換してくれた方ありがとうございます。ここにもこんな感じで、ガーデンチェアとかこう座席をね作っていきましょう。ここに座席作るんだったらこのビオトープとこのサービングカート逆にした方がいいですかね。ちょっとサービングカートがここの座席に置いてるっていう感じにしましょう。うんうん、いいじゃない、自然な感じでね。でこっち側にこの丸太のベンチなんかもそうですし、机とか椅子とかもそうなんですけれども、今回全体的にこうシャビーというかこう白いこう白樺的な、模様を基調として全体的に飾り付けしていきたいと思ってます。そして丸太の杭でよいしょ、これもリメイクしてますけれども、囲っていきましょう。柵を使うんじゃなくてね、この丸太の杭でふわっと囲っていくというか、はいそんな感じでいきましょうかね。一応ねこの大通りからこのウッドデッキを通って花畑に行けるような経路は確保してます。石窯とか置いたらちょっとこう打足になりますかね。なんかこうちょっと見えてる感じでなんか雰囲気作りにはなると思うんですけれどもね、スペース的に窮屈になりそうな感じがするんだよな。まあちょっともうちょっと周りを立ててみてね、先送りにしましょう。ちょっと一旦ちょっとこれはみ出てるんだよなここにゴールドクレストね、観葉植物を置いて、ちょっと緑を加えていきましょう。このサービングカードとかもそうですけど、もう全部真っ白だとねちょっとよく分かんなくなっちゃうんで、ところどころアクセントに別の色を添えていきたい。はい、現状こんな感じになっておりますと。ウッドデッキの上には大体物は置き終わりましたかね。はい、最後にまた全体の調整していくので、その過程で変更される可能性はありますが、一旦こんな感じということで、次はこのね、マイデザインの端っこ、ここがねどうしても平面的に見えてしまうよという問題を解決していきましょう。そのためにはやはり、この前に物を置いて隠していくというのが効果的かなと思いますので、この前に、いろいろ置いていきたいと思います。なんだかんだやっぱ柵で隠すのが一番手っ取り早い気はするんですよね。こんな感じで両端を隠せばね、どうでしょうか。これだけで、立体感がより強調されるんじゃないでしょうか。電話ボックスとかを置いてみてもいいかもしれない。こんな感じでね、端っこの方がいいかな。電話ボックスって最近もうめっきり見なくなりましたけれども、若い方なんかはもう使い方が分かんないという方もいるんじゃないですかね。僕の動画の視聴者さん層的には使ったことがあるよっていう人の方が多いと思いますけれども、あつ森内でもみんなスマホ持ってるから多分誰も使わないと思うけどまあちょっと景観を引き立てる役としてね、雰囲気作りに役に立ってもらいましょう。これ今黒いポストにしてるけど、これ赤いポストにしてなんか郵便ポストっぽい感じにしてもいいかもな。そうするとこう電話ボックスと並べとくと様になる気がする。
はい、ということで現状こんな感じになっております。これでもう概ね完成ですかね。あとまあちょっと家具の種類の変更とか位置の微調整とか多少するかもしれませんが、だいたいこれで完成でございます。はい、ちょっとねここが、物が置いてなくてちょっと寂しいなと思ったんで、ここに街灯を設置して、この辺に立った時に街灯がうまくかぶって、間延びしてる感じを消してもらうようにねしました。はい、こんな感じになっておりますと。でちょっとポストを置く場所がなくなっちゃったんですけど、この遠巻きに見た感じもね結構気に入ってるんですけど、どうですかね。ポストを置く場所がなくなっちゃったんですけれどもね、さっきも言いました、赤く塗って、貴様塗りたいのかつって赤く塗ってね、なんかこうこの辺に置いて郵便ポストっぽくするのもいいかなとも思ってるんですが、それはまあ利便性と相談っていう感じでおいおい決めていこうかなと思います。はい、シャンクくん、なんかちょうだい。シャンクくんね、かわいいよな。いや、動画ではねほとんど登場してないですけれどもね、シャンクくんめちゃくちゃ好きで、ちょっと恋をしてるかもしれない。俺タウンリュックだけ買っておこうかな。めちゃくちゃかっこかわいくないですか。しのぶちゃん、しのぶちゃん、俺があげた体操服着てくれてるね。このしのぶちゃんが何か作ってる時のこの尻尾の動き、この尻尾の動き大好き。しのぶちゃん、どうもどうも、ぜひ知りたい。もうレシピがね足りないんだ。高い庭石、おお、なるほど、枯山水に使えそうなやつかな。三尊石ボーナスを狙っていこう。まあ、攻略情報を解禁したということで、最近攻略本を買ったんですけれども、あつ森の。どうやらこうやって村人からレシピを教えてもらえるんですけれども、住人の性格によってもらえるレシピが違うらしくて。ただ、幸運なことに、このルネデカルトは自然と全ての性格の住人が集まってくれたんで、時間をかければというか、コツコツ住人からレシピを聞いていけば、いずれ全てのレシピがね、集まるんじゃないかなと。またねー。思うんですけれどもね。で、たぬき商店もまた大きくなって扱ってる家具が増えたので、まあ時間さえかければ人通りの家具は全て手に入るようにはなったんですけれども、まあこういうリアルタイムと連動してるゲームの宿命といいますか、時間をかけないと手に入らない、すぐに集めようと思って集められるものでもないということで、内装に使いたい家具がまだ全然集まってないので、今回内装に関してはちょっと保留させてください。はい。カフェっぽいね。内装にしたいんですけれども、まあ、ちょっと今回は外装のみということにさせてください。アイアンウッド系の家具とかアンティーク系の家具とかを使いたいんですけれども、全然集まってないんで。たぬきさんにポストを赤く塗ってもらいました。はい、ちょっと自宅から離れていますけれども、まあ毎日通るんで問題ないでしょうということでここに設置しております。そしてですね、おそらく琴乃ちゃんとおぼしき人が初めてこの島にやってきたんで話しかけてみたいと思います。かわいいですね。なんかファッションデザイナーをされてるそうで、やはり身なりがおしゃれですね。琴乃ちゃん、絹代ちゃんとかあさみちゃんとかと比べて髪の毛というか針が短いですね。そして何よりズボンを履いている。お宅の妹さん裸エプロンですよ。あ、琴乃と申します。はい、かわいい。デザイナーといっても独り立ちしたばっかりで、まだまだ修行中の身なんですけどね。あ、思ったよりも物腰柔らかな感じの方だな。今はデザイナーとして勉強するため、各地を旅していろんなファッションを見て回ってる。なるほどね。なんか、服とかを売ってくれる感じではなさそうだもんな。どういう感じの人なんだろう。あ、かわいい笑顔が。お時間よろしければファッションに関するリサーチにご協力いただけないでしょうか。おー、やぶさかではないよ。お願いしたい内容は、こちらが出題したファッションテーマに合わせた服装に着替えて私に見せていただく。なるほどね。なるほど。お眼鏡に叶えば何かもらえると、そういうことでしょ。大したものではありませんが、お礼もご用意しておりますので、と。ありがとうございます。いいですよ。かわいい笑顔が。琴乃ちゃんはどこを描けばいいんだろうな。では早速なんですけど、今回見せてほしいのはステージに立つ時のコーディネート。うわー、なるほどな。ステージにはね、何度か立ったことあるんだよな。リアルで。アイドルやミュージシャンによる華やかなライブがイメージされますよね。ごめん、華やかさなくて。ただの地味なおっさんが埼玉スーパーアリーナのステージに上がってごめん。ステージの上で紅茶とかも入れてごめん。ステージといってもいろいろあります。ミュージカルやオペラなどの舞台演劇やコントショーの衣装でもいいです。あ、舞台演劇には出たことあるよ。王様役で出たんだ、俺。ステージのイメージの服をお渡ししておきますよね。おー、そんなことがあるんだ。
これも利用できるってことかな。塩ビ服、おお、いかにもな。こんな感じのイメージでステージのコーディネートをしてみてください。この服は使ってもいいのかな。もしコーディネートが思いつかなかったら、これに合いそうなアイテムを身につけるだけでもいいですよと。あ、なるほど、ありがとうございます。早速ちょっと、着替えてきましょうか。頭からつま先までバッチリコーディネートしてもらえるとすごく助かりますと。はい、わかりました。あさみちゃんが朝で、きぬよちゃんがきぬで、ことのちゃんってなんだろうなと思ったらコメントで指摘してくれました。コットンなんですね。でなんかこう芸名というか活動名がケイトさんというらしくて、コットンでありケイトであるということで、なかなか素晴らしいネーミングだななんて思いますけれども、ちょっと着替えてきます。こんな感じで行こうかな。せっかくなんでいただいた塩ビ服も使ってね、ちょっと帽子がね合うやつがなかったんですけれども、ちょっとこれで行こうかなと思います。どうだいことのちゃん、こんな感じで。はい、そちらのコーディネートもう見せていただいてもよろしいですか。はい、いいですよ。ちょっと恥ずかしいけど早速見せてもらいますね。かわいいことのちゃん、こう初期のあさみちゃんとはまた違うベクトルのよそよそしさがいい。程よくステージテイストが含まれたコーディネートという印象を受けました。個性が出ていていい感じですな。ありがとう。程よくっていうところがなんかこう気を使ってくれてて、あなたのコーディネートを見てまた一つ引き出しが増えた気がします。どうもありがとうございました。はい、仕立て屋クーポン後でご自宅に郵送しておきますので、よかったら今度使ってみてください。あー、なんかあれかな、エイブルシスターズで使えるのかな。仕立て屋で300ベル以内の商品と引き換えができるチケット、わお、嬉しい。豆吉さんのお店では使えませんが、仕立て屋ならほとんどの商品に使えますから、ぜひご利用くださいね。ありがとう。またお会いすることがあったらよろしくお願いします。はーい、あさみちゃん、きぬちゃん、ことのちゃん来とったで。どうもどうも。はい、ごめん、ゼロベルで来ちゃってごめん。エイブルシスターズへようこそ。どうだろう、ことのちゃん来てるよ。あー、あさみちゃんは一日中家の中とはいえ、やっぱりこう天気がいい日はなんとなく嬉しいもんですね。毎日ね、今日の日について語ってくれるんだけれども、琴乃ちゃんに対しては特にリアクションなしと。なるほどね。はい、ということでカフェ、かっこ外装のみ、完成しました。はい。まあ先ほどから石窯の位置、向きが変わったぐらいですかね。はい。まあ今回はせっかく通信解禁したんだからということで、視聴者の皆さんの力をねちょっとお借りしまして、無事完成にこぎつけることができました。まあ、ナチュラルな雰囲気のカフェに仕上げたつもりですけれどもね、いかがだったでしょうか。で、屋台街、カフェ、花畑と、案内所の左側が出来上がってきましたので、次回は案内所の右側を整備していこうかなと思ってるんですけれども、ちょっともしかすると、その前に生き物解説会みたいな感じのを挟むかもしれません。その、まあ、前編おまけ編という感じの回ですね。今ちょっとマイクラの動画の方の制作が佳境を迎えておりまして、そっちにちょっと時間取られてね、投稿遅れるようだったら解説会を投稿して、まあちょっとこう間を持たせようかななんて思ってるんですけれども、どっちになるか分かりません。家具の集まり具合とかにも関わってくると思いますし、まあそんな感じですかね。はい、ということで本編ここまで。引き続きおまけ編をお楽しみください。ということでおまけの解説コーナーです。今回虫部門は前回がカメムシだったんで、それに関連して人面カメムシを解説してもらいましょう。人面カメムシについては何の知識もないですね。変な生き物チャンネルさんの動画でさらっと触れられてるのを見た程度の知識しかない。小学館の図鑑でも調べてみたんですけど、載ってなかったんで、おそらく海外にしかいないカメムシなんでしょうね。人面カメムシの名前は、頭を下に向けてみると背中の模様が人の顔に見えることから付けられましたということで、多分今画面に出てると思いますけれどもね、こうなんかポンパドール、俗に言うリーゼントの髪型で、鼻がでかい人の顔っぽいですよね。もともとは大赤カメムシという名前でしたが、一度人の顔に見えてしまうと今の呼び名以外考えられませんよねと。そうなんだ、さすがだな、よく知ってるな、フーダ。その名前で調べたら図鑑に載ってないかな。載ってなかった。いやー、もっと専門的な図鑑買うべきか。高いんだよな、専門的になればなるほど。いや、高いのはいいんだけどね、売ってないんですよね、普通の本屋とかアマゾンとかに。まあいいや、頭を上にしてみても私にはヒゲのおじさんの顔に見えますけどね。ほー、そうなんだ。
今ちょっと僕には図鑑の画面見えてないんですけれども、そんな感じに見えますか？私もちょっと後で見てみますけれどもね。とにかく気持ち悪いって身も蓋もないな。ということで人面カメムシの話でしたと。まあさすがに人の顔に擬態してるわけではないでしょうが、普通に緑の葉っぱの上とかで暮らしてるようなんで、葉っぱに擬態してるというわけでもないようですね。まあ、カメムシは臭い匂いを出すので、外敵に対して、こう、近づくと痛い目見るぞっていうことを知らせる警戒色なのかもしれませんね、と。これはね、変な生き物チャンネルさんの解説の受け売りなんですけれども、はい。いいじゃないか。ね、知識なんて源流たどれば大概誰か何かの受け売りなんだから。この解説コーナー好きな人は、YouTube の変な生き物チャンネルさんっていうね、チャンネルも好きなんじゃないかなと思うんでおすすめですよ。僕もよく見てます。では魚部門行きましょう。魚はメダカですね。実は日本では絶滅危惧種で、人間による自然の開発によってメダカの学校っていうのは廃校の危機にあるということなんですけれどもね、その辺の解説もあるんでしょうか。メダカは金色の小さな体で群れて泳ぐ姿が可愛らしいですね、ということで、カダヤシという魚とよく見間違えられますね。外来種のカダヤシが国内で勢力を広げたのがメダカが減少した原因の一つとも言われてるんですけれども、体がスケスケで中の組織が見やすいため観察用に使われたりもしますということで、アトベキングダムいらずだな。いや、さすがフータ、着眼点が学者的ですね。あの話とかもしてくれるかな。ちょっと話を続けていただきましょう。食べた餌が糞になるまでの動きとかがとても面白くて、私一日中見てられる自信がありますということで、まあ、やっぱね、フータは学者気質ですね。こういう人好きですよ、僕は。で、メダカが観察用に使われるという話の補足なんですけれども、緑色蛍光タンパク質っていう、名前の通り緑色に光るタンパク質があるんですが、これをメダカの卵に組み込むと、孵化したメダカは簡単に言うと、こう筋肉とこの緑色蛍光タンパク質というものが一緒に生成されるようになって、要は筋肉が光るメダカになるんですよね。紫外線を当てると、これによって孵化してから体が出来上がってくる過程で、どこでどのように細胞が動いているのかというのを生きたまま観察することができるんですよね。体透明なんで、この緑色蛍光タンパク質っていうのは生命科学の研究において非常に重要で、まあ、その分野専攻されてる視聴者さんだったら使ったことある人ももしかしたらいるんじゃないですかね。話が長くなった。これで終わりかな。はい、ありがとうございました。はい、ちょっとメダカの話からそれるんですが、その緑色蛍光タンパク質、これを発見したのは日本の生物学者の下村修さんという方で、まあ、ちょっと今はもう奇跡に入られてるんですが、この発見でノーベル賞を受賞してるんですよね。もともとはオワンクラゲという光るクラゲを研究してて発見したものなんですが、でこの話はね、こう昔長崎の海キララという九十九島にある水族館で、知った知識ですね。下村さんの母校が長崎にあるということで、彼の功績とかその緑色蛍光タンパク質の話なんかが解説されてるコーナーがありました。はい、クラゲがそのたくさん展示されてて、独特の魅力にあふれた水族館なんでね、みんなも海キララ行こうね。ね、いろいろ落ち着いたら。さて、化石部門は産業中です。これも以前解説したアンモナイト同様、古生物の中では特に有名なものですよね。私子供の時に山口県のね、秋吉堂というすごい有名な鍾乳洞があるんですけれども、そこでね、産業中の化石出土したものでしょうね、が売られてたんで、それ買って自室に飾ってたことがありましたけれども、産業中はですね、恐竜時代よりもずっと前の生物ですということで、恐竜がいた中生代よりも前、古生代の生き物ですね。特に古生代の中でも最も古いカンブリア紀という時代に大繁栄した生き物で、生き物らしい形の生き物としては最古産のレベルですね。アンモナイトも古生代からいたんですけれども、特に繁栄したのは恐竜と同じ中生代なので、産業中とはまたね、時代が違います、実は。数が多く研究も進んでいるため、その地層の年代を決める基準となっているんですよ、ということで、産業中は当時大いに繁栄して、数が多く世界中に分布していました。さらに硬い殻に覆われていたので、化石が残りやすいと。
さらにさらにその生きていた時代がはっきりしている古生代にのみ生息していた生物です。古生代のカンブリア紀に生まれて同じ古生代のペルム紀という時代に絶滅しているので、三葉虫が見つかった地層っていうのはあこれ古生代のものだっていうふうにわかるんですね。さあ皆さんこういう地層の年代を決める化石を何と言うんでしたっけ。答えはパート23をご覧くださいということで、種類も大きさも様々なのですが最大のものは60センチくらい、虫っぽくて正直苦手ですとなるほどね、ということで三葉虫というのはその昆虫も含めたそのいわゆる虫の多くが属する節足動物というものに分類される生き物なんですが、三葉虫のグループっていうのはもう全て絶滅してますんで別に虫の祖先とかそういうわけではないです。枝分かれした、別種ですね。まあ、ダンゴムシっぽいんですけれども、まあ、別に関係はなく、もう三葉虫よりも前の時代に、すでに、現在の甲殻類とか、六脚類とか、多足類とかね、その、まあ、現代の節足動物に連なる祖先になる生き物と、もうすでに分岐していたようです。ということで、三葉虫の解説でした。はい。はい、ということで、古生代エリアに展示されました三葉虫の化石です。ということで、今回はこの辺で終わりましょうかね。はい。まあ、次回、島の開発になるか、解説会になるか、ちょっとわかりませんけれども、まあ、必要に応じて楽しんでいただければな、と思います。ということで、今回はここまで。次回もどうぞよしなに。